皆さんこんにちは、中村梅丸です。私は第1部では鳥居前、義経千本桜の鳥居前の静か御前を務めさせていただきます。三大義太夫狂言に数えられます義経千本桜に出させていただけるということで、本当に息を引き締めて頑張りたいと思っております。そして、あとは舞踊の2代ですけれども、操り三馬奏は、種之助さん演じられます三馬奏の要は人形を操る貢献でございます。毎日その操っていくわけですけれども、途中でハプニングが起きたりというような場面もありまして、そういったところが芝居味のある舞踊でございます。そして、京人形は、そのお人形さんのストーリーの後にですね、立ち回りへと続いていく中間で、登場するお姫様でございます。あまりストーリーにこだわることなく楽しんで見ていただけたらいいなと思う演目でございます。顔が少し隠れてるんですね。こっからこう、こっち向いて、顎を引いて、顎をちょっと込んで、毎年楽しみにしてくださっているお客様もいらっしゃるということで、少しでも成長しているところを見ていただけるように、そしてまたみんなと仲良くしていただいて、一月楽しんで務めたいと思います。お正月の浅草でございますので、全国各地から、来ていただける公演でもございますので、お越しいただきましたら、その浅草の街の雰囲気とそれからお芝居と両方楽しんでいただけるように、我々は舞台を精一杯務めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。新春浅草歌舞伎、浅草公会堂でお待ちしております。